新型コロナが広がってきて、で、それは飛沫感染するし、マスクしてればある程度防げるしということは分かってはきているという状況だと思うんですけど、100%防ぐことは無理。なぜならばウイルス見えないので、どこから感染したか分からない人というのが、増えてきて、ある時期からもう半分以上どういうところでウイルスをもらったかが分からないってなってる。ウイルス見えないのに基本的にはそういうものだということだというふうに思わないと、感染を防ぐこともできないし、感染をに対してそういう人を責めるというようなことになってしまう。戦う相手はウイルスであって誰かではない。そういう意味では未来館が感染拡大の、場所にならないようにというのは、人の目が怖いからということではなくて、感染症と戦うために感染症の側にチャンスを上げてしまわないようにというのがメッセージなんですね。未来館がそうならないことで、未来館は後ろ指刺されなくて済むなっていうためにやってるわけではなくて、感染を広めないっていうことが自分のためにもなるし、他の人のためにもなる。他の人というのの中には家族とか友達とか、そういう大事な人たちが含まれている。そのためにやるんだという考え方を持ってほしいなというふうに思います。とにかくわからないけれども、広がりを防ごうという時期からだんだん分かってきた状態になっているので、見直していかないと活動が制限されたままになってしまう。それはその制限を守ることが目的ではなくて、感染症とうまく付き合っていく、対策していくっていうことのためにやったものなので、一度決めたから守り抜くっていうことにこだわるっていうのはナンセンスなので、きちんと何のためにそうしたのかっていうのを考えて、変える必要があれば変えていくということが必要だと思います。